公暦2678年4月7日18時57分です。ちょっと神泡体感キットっていうのがあるんですけど、サントリーさんで、今僕神泡、ちょっと冷蔵庫行ってこっちゃった。今サントリーさんで紙プレミアムモルツもしくはプレミアムモルツのカウルエールを買うと、6本缶を買うと6本セットを買うと、手動式の手動 SS 式紙泡サーバーっていうこういうのついてるんです。あとグラスとで、それを僕ちょっともらったんですけども、ありがとうございます。で24本セットを買うと、1ケース買うと、手動式じゃなくてなんか電動式のビールサーバーがついてくるそうです。サントリーさんのプレミアムモルツで。で、僕ちょっと今、この手動式の SS 式紙泡サーバーっていうのをもらったんで、これ取り付けて、ちょっと飲んでみます。これ手動式っていうのは初めてなんで、今まで電動式の使ってるんですけども、過去のやつなんですが、はい。まず、これ組み立てるそうですか。ここでいいのかな？よし、はいはい、組み立てました。大丈夫かな。でこれはずっと使えないみたいなんですよ、手動式だと。だから電動式のやつを手に入れた方がいいですね。これ手動式だと使用目安が6杯から12杯でみたいで、この6杯12杯超えると、このなんかレバーが動かなくなるような、重くなるような感じになってクリーミーな泡にならないそうなんで、はい、ちょっと やってみます。僕はプレミアムモルツでも、普通のプレミアムモルツよりもこのカウルエールのが味好きなんで、はい、カウルエールのがね、もうエールビールのがね、飲みやすいなと感じますね。今人それぞれだと思うんですけど、じゃあちょっとセットします。セットしました。まずグラスにビールを注ぎます。あ、こんな感じで出ますね。結構出るな。こんぐらいにしておきます。ちょっとこれでいいか。これで。おお、こういう感じで。結構いい感じです。お、いい感じではないでしょうか。ちょっといただきます。
うまい。結構割といい泡作れてますね。そう、つまみにこう浅漬けにしたきゅうり食べてます。これシャワー浴びた後なんで美味しいですね。ということで以上、手動 SS 式神山サーバーでした。ということで後藤輝樹です。以上でした。失礼します。あ、補足です。結構これね、ガシャガシャやった方がいいですね。こんぐらいガシャガシャやった方が泡が作れますね。はい、以上です。すいません、失礼します。すいません、ちょっとまた補足なんですけど、ちょっとこれ使ってみた結果、やっぱちょっとチャチーですね。チャチーんで、自分で手で、ね、やった方がいいかもしれないですね。これ電動の方がね、やっぱクリーミーな泡が出るんで、ちょっとこれ物足りない感じはしましたね。ちょっと、うん、そうですね。でしかもこの6杯から12杯使ったらちょっと使えなくなるみたいなのも嫌です。嫌かなと感じましたね。でちょっとこれ改、ちょっとまだ1回しか使ってないんで分かんないんですけど、ちょっと改良の余地ありみたいな感じはしましたね。はい。ということで以上、後藤輝樹でした。すいません、失礼します。